今日はですね、今ちょっと怪しい感じで弾いてたんですけど、イングベ・マルムスティーンの「リトル・サベージ」という曲を今練習中なんですけれど、この曲を聴き、まず最初の。なんですけれど、よく聞くとここまでいってんですね。最初こう、ここまでかと思ったんですけど、ここまでいってるように聞こえます。最初から 難しいですね。で、ナウイワシップアバーンズって曲、これも難しいですけど、この「リトル・サベージ」って曲も、このできます。で、その後、これもちょっとキーの話にすぐなっちゃうんですけど、キー最初がこう、こんな感じで、で、次が。みたいな感じになります。この最初から難しいのと、この最初が、な感じですね。2回目なんか違う感じがするんですけどね。で、あともう一つ、今練習中なんですけれど、もう一つこの曲の ここが大事です。泣きのギターソロなんですけど、途中こう、ちょっとこう悲しい感じの、うまく弾けないんでちょっとご了承ください。
大体で弾いてるんで、こんな感じの泣きのギターソロがあるんですけれど、これ耳、いつも言ってるんですけど、耳コピなんでちょっとわかんないんですけど、この泣きのギターソロが結構リトルサベージの中で好きって、まあ本当のこう今、まあ大体で弾いてるんでこんな感じかなって弾いてるんですけど、ちゃんと聞いた感じはもっとこう、なんかなんていうんですかね、まあいい、まあいいんです、本物はやっぱりいいです。で、泣きのギターソロなんで、ここすごい感情を入れて弾けたらかっこいいなと思うんですけどね。感情入れるとちょっと弾けなくなっちゃうんで、まあそれはまた次の段階で。で、前にこうトニー・マカパインのこう、この曲は絶対感情を入れて弾けないですね。まあ「リトル・サベージ」という曲練習してまたアップできたらな、アップできたらいいなと思います。今日はそんな感じで以上になります。